成人の重要なアレルギー疾患として、喘息のお話をします。喘息は、主にホコリや花粉、カビなど、気道に入ってくる異物に対してアレルギリー反応が起こり、咳や痰、喉の胃外が感、気道がヒューヒューとなる全命が起こる病気です。重症の場合、呼吸困難を起こすこともあります。同じ気道の病気として、ウイルスや細菌感染による風邪や気管支炎がありますが、 感染症の場合は熱が出て、海のような濃い色の痰と喉の痛みが特徴的ですが、アレルギーである喘息の場合は、熱は出ず、痰の色は薄く、喉のかゆみが特徴的です。また、症状は発作的で、季節の変わり目などで繰り返すことがしばしばあります。検査としては、血液の中のアレルギーを伝える抗体、IgE やアレルギーを伝える細胞、抗酸球を測定したり、 吐く息の中の一酸化窒素これをコキ NO と言いますがこれを測定したりします特にコキ NO は気道のアレルギー性炎症の程度をよく反映するとされています成人の喘息はアレルギーの体質に基づいているため感知させるより管理することが主体となります原因物質を避けることと吸入ステロイド薬の使用を基本として気管支拡張薬の吸入や 抗アレルギー薬の内服を行います重症の場合には抗体製剤の皮下注射を行う場合もあります喘息の治療はとても進歩しており日本の年間の喘息死亡数は1980年代に約6000人で推移していたものが吸入ステロイドの普及により劇的に減少し2019年には1490人と4分の1以下になっています 通常の喘息の場合、しっかりと治療すれば症状はすっかり良くなり、気道は丈夫になります。その後、薬を減らして継続していきます。良ければさらに薬を減量し、最終的に薬を終了できる人は10%程度いるかもしれません。しかし、安易に気道を自己中断したまま放置すると、気道の狭い状態が固定化してしまいます。こうなると発作の時に治療をしても改善しなくなります。 これをリリモデリングと言いますですからぜ息の治療は勝手に中断するのではなく主治医の先生と話し合ってきちんと管理することが大切です。